それがひっくり返ることはないことを保証できるからです。それがその部分問題の答えを組み合わせるだけで元の問題の答えができるっていうんです。だからこれは崩れるようなものはダメですけども、今回はそれが成立できる、最短経路についてはそれが成立できるので構わないことになります。で、いうんで、まあ、こういうふうな表と、当然ここには、今これは経由値だけですけど、当然これも同じようで、こっちかは B 案でしたけども、当然こっちかにコストがあって、ここら辺にその30分に行けるとかですね、1時間で行けるとかですね、4時間かかるとかですね、当然ここにバーッと書いてあるわけです。この両方の表を見て、そのこことここを通ってここに行けるっていうのであれば、ここの時間とここの時間を足してこの時間にして、この時間とこの時間を足してこの時間にすれば、トータルの経路のコストも出ます。同じ要領で場所行き方が分かると当然時間も計算できますからというのが、まあその配列の持ち方です。であとは、じゃあこれは一体何をしたかですけども、これは何をしたかですけども、まず最初、当然これは2つに分かれてますけども、こっちか、これは一番最初の問題です。相対結果法は最初の問題からどんどん積み上げていって元の大きい問題に戻ってきますので、最初の問題は何かっていうと、これはさっき打った直行便しか許さないという場合です。アホみたいな、そんなバカなこと聞かないでよ、この見たら終わりでしょうって、この元々の表を見たら終わりでしょうっていう状態の、質問です。でもこれは重要です。でこれは何が書いてあるかっていうと、これはまあ W はこれはまあ隣接行列ですね、さっきまでと一緒です。ですからまあこれはいいでしょう、ね、これは結局で隣接行列は I から J、 例えば、金沢から札幌っていうのは直行便がない場合は、これは無限大の数字がやっぱり入ってます。同じように入れておきます。なので結局一番最初は直行便があるかどうかで、直行便があればまともな数字、4時間とか2時間という数字が入りますし、直行便がなければありえない、要するに無限大という数字が入ります。で、まあ、C の実装の場合は無限大というわけにいかないですから、まだ999とかです。そのありえない、あり考えうるどんな最悪の時間よりもまだ大きい数字というのを用意して放り込んでおきます。で、こっちからは経由値は、今直行便しか許しませんから、答えは当然直行だけなので、まあ、経由値はないって言ってもいいんですけども、まあ、ないって書くのはかえって C の場合めんどくさいので、この場合は約束として支点と同じ場所を書いておくことにします。支点と終点のどっちかと同じ経由値が書いてあったら、それは直行便というのと意味は一緒ですから、まあ、ここの実装ではまあ支点を書いておくことにします。なのでこれは結局直行便しか許さない状態で、それぞれのコストをここに書き込んだ状態ですから、この表の中で今さっき経由ができるやつも書きましたけども、直行便だけがあり得るところ、そのなんかグラフで、それはあんまりないですね。まあまあいっぱいある場合もありますけども、そんなにたくさんはない。グラフの辺の数だけパラ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 と埋まって、ここら辺に、なんか4時間とか2時間とか2時間とか3時間とか、まあ、そういう感じで、しかも経由値は全部この場合は1 1 3 3 4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 
経由地は書いてあって、こっち側には時間が書いてある状態、まあ、直行便だけですね。ダイレクトフライトが飛んでるところも。で、これはまあ、誰でも書ける。で、ここからがポイントです。言えば、直行便だけ。
しか許さなかったんですけど、ここからは経由地をじゃあここも通っていいよっていうふうに言っていってあげます。でいっぺんに全部通っていいよっていうと話がややこしくなるんで1個ずつ増やします。でそれをどこで制御してるかっていうとこの K です。で K はこの正確に言うと、頂点0から K まで通ってよし。という状態 でここの部分はさ、この部分は一緒ですね。IJ がぐるぐると回っているのは、これは実はこのループの回り方と一緒で、全ての組み合わせ。合わせですね。支点が I で終点が J。支点。合わせているかな。まあ、出発する目的地。でこの書き方、頂点0から K まで通ってよしと書きましたけれども、実際にはこのループは1個ずつ増えますから、実際にはどうなるかというと、一番最初のループが回り出すときはですね、頂点0だけ通ってよしということです。だから東京だけ使っていいよ、ダイレクトフライトの方がいい。で次のループ回るときは東京に続けて2つ目の例えば品川も使っている。もう一回回すと東京と品川と横浜も使っておく。もう一回回すと東京と品川と横浜と名古屋も使っておく。もう一回回すと金沢も使っておく。もう一回回すと札幌も使っておく。なんてどんどん増えていきます。ですが、なんですけれども、いっぺんに増えるのは、これ頂点0から K まで通ってよしと書きましたけど、もうちょっと正確に言うと、新しく増えるのは頂点 K です。新しく通って行ったのは頂点 K です。だから結局、新しく1個増えるたびにですね、考えなくちゃいけないのは、その新しく通っていいよって言われた都市を通るかどうかだけです。通らない、その金沢回ってもいいよって言われてもですね、金沢回らない方が早かったら選びませんし、金沢回っていいよって言われて、じゃあ金沢経由で考えてみようって言ってですね、金沢経由の方が早くなるんだったら取り替えます。その時に博多がどうだったかというのは変わらないです。博多がどうなってるかというのは変わらないので、その関係するのは、新しく増えた分、新しく増えた場所を経由地にしたらどうなるかということだけを考えればいい。ので、頂点 K にまつわる部分だけ計算をします。で、それはこの部分で、結局これはもう、そういう意味で見ると、まあ難しくはないんですけども、その経由地はここにありますから、まあこれは経由地です。ここに K がありますから、でこっちかも、要するに間に K が挟まってるんですね。I から J に行くときに、新しく通っていいよって言われた場所を経由したら何時間かかるかっていうのをまず計算してみる。でこっちかはだから、もし K を使っていいよって言われたときに、もし本当に K を通ったら何時間かかるかっていうのを計算してます。でその経由するより経由した方がダイレクトよりも早くなる